ベンヌ、または、ベヌーは、アポロ軍に属する地球近傍小惑星の一つである。1999年に、リンカーン地球近傍小惑星探査によって、発見された。アメリカ航空宇宙局の宇宙探査機を再リス・レックスのターゲットとなり、同期は2018年年末に、ベンヌに、到達、周回軌道上からの探査と、地表からのサンプル採取を行った。 ベンヌの辞典画像2009年に数学者のアンドレア・ミラニと共同研究者が報告した天体力学に基づいた研究によるとベンヌは2169年から2199年までの間に8回地球に接近しそのどれかで地球へ落下する可能性があると判明した2009年の段階ではこの小惑星を構成する物質が何であるかは ほとんどわかっておらず、さらに、小惑星の形状すらも正確にはわかっていなかった。ために不確定な要素が多いものの、衝突の確率は8回の可能性を合計しても、最大で0.07%と2009年に推定された。しかしながら、この確率は他の基地の天体よりも際立って高い確率である。地球近傍小惑星は一般に高転軌道が、 不安定であるため、ベンヌが地球に衝突する可能性をさらに精密に計算するには、この小惑星の形状をより正確に把握し、少なくとも複数年に及ぶ、レーダー観測と光学観測を継続してやる、コフスキー効果による影響が、どの程度かを見極める必要がある。2021年8月、2300年までに、ベンヌが地球に衝突する確率は、 2014年の研究結果から得られた2700分の1とする確率よりも高い1750分の1であるとする研究結果が発表された。これはオサイリスレックスによる観測結果から得られたデータをもとに2135年9月にベンヌが地球近辺を通過する際の地球との距離が精密に求められ、 さらに太陽系の惑星や300以上の小惑星の重力がベンヌに与える影響を計算した結果、従来の計算よりも2100年代後半から2200年代初頭にかけて地球に衝突する可能性が上がったことによるものである。ベンヌ地表の拡大画像ベンヌは、アレシボ天文台の天体レーダーとゴールドストーンのディープスペースネットワークによって詳細に観測され、 平均直径は560メートル程度とされた。地球近傍小惑星であるベンヌは、より小さな速度変化で探査機を到達させることが可能なため、探査機を対象の天体近くに直接送り込んで詳細な探査を行うミッションの候補に何度も挙げられてきた。2009年には、アメリカ航空宇宙局の探査機オサイリスレックスの探査対象として選定され、 同期は2018年12月3日にベンヌに対してランデブーした。オサイリスレックスがベンヌを周回する軌道に乗ったことでベンヌは宇宙機が周回軌道に乗った最も小さな天体となった。オサイリスレックスは周回軌道上から搭載機器のレーザーコード計などを利用して詳細な形状などを調査した。オサイリスレックスによる撮像からベンヌの赤道付近が 膨らんだ外見が明らかとなり、オサイリスレックスと同時期に日本の探査機ハヤブサ2によるサンプルリターン計画が行われていた小惑星のリュウグウとウリ二つであると日本で話題となった。このソロ版の玉やコマにも例えられる形状は比較的高速で自転する小型の小惑星においてしばしば見られる。リュウグウと比較するとベンヌの直径はリュウグウの約半分。 体積は約1、8と小さい。2020年10月20日、オサイリスレックスは4つのサンプル採取候補地の中の一つ、ナイチンゲール地点でサンプル採取を試み、2020年10月21日に NASA は採取に成功したと発表した。その成否は2023年に予定されている地球への再突入カプセルの10日後に明らかとなる。 2012年9月4日に NASA はオサイリスレックス計画でサンプルリターンミッションが予定されていた。当時は 1999RQ36 とカリフ号で呼ばれていた。この小惑星の名称を全世界の18歳未満の人物から募集すると発表した。締め切りは当初同年12月2日までの予定であったが12月31日に延長された。 結果、2013年5月1日に、アメリカ合衆国ノースカロライナ州に住む9歳のマイケル・プジオが応募したベンヌを、国際天文学連合の小天体、命名委員会に提案し、承認されたと発表した。ベンヌとは、エジプト神話に登場する、不死鳥で、オシリスの魂であるとされることもある。2019年8月、 国際天文学連合の惑星系、命名法ワーキンググループは、ベンヌの地形には、伝説上の鳥、または鳥に似た生物の名前を付けるという NASA の提案を承認した。2019年8月に NASA は、4つの着陸、サンプリング地点候補を、エジプトに住む鳥の名前から、ナイチンゲール、キングフィッシャー、オスプレイ、サンドパイパーと命名した。 2020年10月20日のサンプル採取は、ナイチングエールで実施された。ベンヌの地域の名は、神話の鳥に由来する。ベンヌの眼界の名は、大半が、神話やフィクションの鳥、または、鳥に似た生物に由来する。ベンヌのクレーターの名は、神話やフィクションの鳥、または、鳥に似た生物に由来する。ありがとうございます。